タスクコマ 頑張れ松崎さんねえお父さんどうした今ちょっと手が離せないから何かあるならお母さんに言いなさい離せばいいじゃんそんな急には無理だろ床バンって床バンってなるお父さんさ最近ずっとバーベル持ち上げてるよねそそうかとりあえず危ないから早くこの部屋から出て行きなさいそれ重いのまあそれなりになでもお父さんは力持ちだからこのくらいの重さ別に大したことはないんだけど私彼氏できた重っやっぱり重いんじゃんいや違うそうじゃなくて今度の日曜日うちに連れてきてもいいかなダメだんでそれはあのちょ一旦今はほらこんな状況だしまた今度詳しく話聞くからとりあえず今じゃない早く部屋から出て行きなさいお父さん私から逃げてるよねお 何をそんなわけないだろう。だって私が喋りかけるとき、いつもバーベル持ち上げてるし。それはお父さんからしたら、バーベルを持ち上げてるときに、いつもお前が喋りかけてくるとも言えるよ。私の彼氏ね。あ、やばい、腰折れる。今パキってなった。そうやって毎回話の腰を折らないで。お前うまいこと言うな。それ学校で習ったのか。そんなわけないでしょ。あ、スマン、とにかくお父さんはお前から逃げてるつもりなんて、これっぽっちもないし、バーベルを持ち上げてるとき以外だったら、ちゃんと話聞くから。じゃあ今すぐ床に置いて。だからそんなことしたらバーンって。ゆっくり床に置いて。それも無理だ。どうして、そのままぜかうまく話せないんだ。 れ・餅月さん今日限りでお前は首だえ社長今なんてだから首だもう10時ですけどいや九時だじゃなくて首だ首ああなんだ首かそう首痛むんですか痛む俺もたまに寝違えて首痛い時ありますもん社長それ多分枕があってないです違う君の話をしてるんだようちの枕はもうバッチリ今枕関係ないからじゃあ何が原因なんですかこれ以上社長が悩んでるところを見たくありませんお前すごい優しいんだけど全然仕事できないんだよな首の痛みはいつ頃からもうどっちかっていうと頭痛いよそれはマジでヤバイです病院行きましょういや大丈夫でもちゃんと医者に見せないと 大丈夫だからとりあえず私の話を落ち着いて聞いてくれないかわかりましたお前はクビだえ俺がクビそう申し訳ないがうちの会社も経営が厳しくてそんな話どうでもいいんで早く病院に行ってくださいお前本当に優しいな社長に何かあったら嫌ですもん明日からは他人だけどねじゃあ関係ねえかあ本性出してきた今日はまだ社長社長明日会社辞めるんですかお前それマジで言ってんの冗談ですよよく今冗談が言えるな何年も営業やってきましたからメンタルは鍛えられてますクレームばっかだけどねそれじゃあ俺は9時に待ち合わせしてるので最後の営業行ってきますもう10時早く行け れ田所さんそれでその男が白い服を着た女の人に首を絞められちゃってねえその話今聞かないとダメあごめん夜眠れなくなりそう違くて私さっきからあなたの足押さえてるんだけどちょっと力強くて痛い嫌がらせうんお願いだから早く腹筋して意外とこの体勢もきついんだよ私もだわ言わずもがな分かってるなら早くやって今何回目だっけまだ1回目逆にすごくないすごくない起き上がってくる最中に怖い話し始めてそこからずっとこの体勢でいるだけでねある男の人が会社で上司に文句ばっかり言われてたんだけど何さっきの続き違うよスカッとする話せめて怖い話終わらせてから次に行ってくれない いやまずは腹筋でしょイライラが止まらないから後でその話もお願い了解了解。領土イライラが加速したよじゃあさっきの続きね男の人が首を絞められて苦しいって思ってたら実は夢でああよかったってふと鏡を見たら首に女の人の手形がくっきりと残ってたんだって怖くないまだイライラが勝ってるあまり怖くなかったまあ確かにそんなこと現実で起こるはずないもんねいやそうとも限らないよ強い恨みが目に見える形となって現れることはあるからちょっとやめてよ後で自分の首見てみなくっきりと誰かの手形がついてるかもね私首絞められる夢なんて見てない足首痛い 頑張れ。大山さん。おっと、これは pk か。ノーファールだろう。お友達を倒してダメいや、当たってね。えしかけっこしてる時に背中ドンってされたら、びっくりしちゃうよね。だから、押してないんだって。とにかく、今のは pk。痛い、痛いしてるお友達に、ちゃんとごめんねって言えるかな。ちょっと喋り方おかしくない?。いいから、まずは仲直りが先。だから、しないって。その後、手洗いうがい。ね何言ってるの審判に向かって口答えしたら、お化けが来ちゃうぞ。来ねえよ。あ、ちょっと待って。今日の出身やばいな。はい。はい、わかりました。はい。あ、じゃあ、私のミスですね。はい、わかりました。 今度かからら気をつけますや、はい、やっぱりノーーファールでしょいや娘から電話えー、?VAR って更新してたんじゃないの違う違う今日 VAR ないから。あ,あそうなんだ。にしても今娘さんに敬語使ってませんでしたいや別に。娘さん何歳ですかえっと17かな。え、てっきりもっと小さいお子さんがいるもんだと。昔はね、パパ大好きってよく娘が言ってくれたんだけど、今はキモい、うざい、臭いしか言わなくなって、それでたまに現実逃避したくなってついあんな喋り方になっちゃうんだよ。娘さんが小さかった頃思い出してるんですね。そういうこと。なんかごめんね。じゃあ試合再開しようか。いやだからファールしてないって。君も娘も幼い方が良かったね。 パパカッコ悪い頑張れサンタさんおじさん誰あ、もう起きたんだおはようおはようってその格好はまさかサンタさんそうサンタさんメリ,リメリークリスマスメリークリスマス僕サンタさん そっかやっぱり待っちゃうよねどなかいも一緒そこのコインパーキングに停めてる部屋にはどうやって入ってきたのピッキング好きな食べ物はかっぱエビせん僕のプレゼントはないよね本当にサンタさんどう見てもサンタでしょちゃんとヒゲも生えてるしまあ明日剃るけど元気いないのいや体調面はバリバリ元気よただ全部一1ずつずれててさどういうことだからある程度順番を決めてみんなの家回ってたんだけどどっかでプレゼントが1個ずれててマークシートで絶対にしちゃいけないミスみたいな状況になっちゃったからもう諦めたそんな僕のプレ はだから隣の家にあるってじゃあ取ってきてよそれはね申し訳ないんだけどほんと無理なのどうして仮に隣の家から君のプレゼントを取ってきちゃったらその家の子のプレゼントをまた隣の家から取ってこなくちゃいけなくなるだろそれがフィンランドまで続くのよくわからないけどそんなに大変なのかな大変だよ来た道を戻るのが一番つらいそっか分かったでも代わりになんかちょうだいあじゃあ俺が使ってるソリあげるよえ本当に空飛べるやついやヒゲソリいらん 頑張れ深澤さんさ先輩すみませんでしたまあこういう日もあるわよ次こそちゃんと契約取りますんでいろいろと教えてくださいそれじゃあじゃんけんしよっかえじゃんけんそう何かかけて本気のじゃんけんしようよだったら昼飯代よいや5万5万妙にリアルな金額だなお昼代なんかかけてもお互い本気にはなれないでしょまあ確かにあなたはじゃんけんで私に負けたら勝ち逆じゃんけんですかまあそうね私はあなたに負ければ勝ち一応私の方が先輩だから愛子だったらあなたが勝ちでいいわマジっすかじゃあやりますそうこなくっちゃそれじゃいくわよじゃんけんポンえっと 俺がパーで先輩がチョキだからやった俺の勝ちだ私がじゃんけんで負けたからあなたの勝ちねはいってことは私の勝ちえあなたは私にじゃんけんで負けるかあいこで勝ちだから俺の勝ちなんじゃ私はあなたに負ければ勝ちじゃんけんでとは一言も言ってないわよえずるじゃあ先輩が俺にじゃんけんで負けてたらどうなってたんですか私の勝ちどう頑張っても無理じゃねえかいいこれが契約を取るコツえ100%こちら側に有利な条件であっても相手にメリットがあるように思わせるのなるほどさすが先輩ありがとうございますこちらこそ5万円ありがとうあ,あそこはガチなんだ 頑張れ石黒さんパパうんどうした今日幼稚園でねゆうたくんが話してたんだけどおおあの妙に大人びてて余計なことばっかり言ってくる子かお年玉って何なんかお正月にみんなもらえるってそうかお年玉かパパ知ってるのああもちろん知ってるぞ僕にもちょうだいよしわかったただしちょっとだけパパの話を聞いてもらってもいいかな仕方ねえなお年玉っていうのは簡単に言うとお金なんだ現金が手に入るのそうだぞでも普通お金は働かないともらえないだろパパだって毎日会社に行って働いてるからお給料をもらえてるんだじゃあ労働していない僕にはお年玉を受け取る権利がないってこといやそれが違うんだよお年玉は働かなくてももらえるんだ ちなみにそのお年玉は誰がくれると思うえっと厚生労働省パパだあ意外と道か正直パパはな一生懸命働いて稼いだお金をその年の一番最初の日に何もしていない人にあげる習慣なんてなくなってしまえばいいと思ってるんだ滅びてしまえエゴイストめいやこれはお前のために言ってるんだぞ我がためを思ってそうお前もいつか大人になって誰かの親になるきっとその頃には日本の物価も上がってるだろうし子供の頃に受け取った額より大人になってから失う額の方が大きくなるに違いないだからお前が先陣をってこの腐った習慣をなくすんだ断る勇気がお前の未来を変えるお年玉いらないねごめん難しすぎてわからないよ情報が偏るからユタくんと距離を置きなさい 頑張れ元鶴さん決して覗かないでくださいいやこっちのセリフ代を人んち勝手に入ってきて何言ってんだ私はまだ言葉上手に喋ること難しい許せ許すも何もいきなり何の用ですか実は昨日お前に当てる昨日確か昨日は山へイノシシを捕まえに行って人と会った覚えはイノシシは取れたかいやそれがせっかく仕掛けたイノシシ用の罠に変な鳥がかかってしまってバんが鳥嫌いだから逃がしてやりましたその通りです気まずお前に恩返しするために人間の体になり言葉も覚えました本当にすみません恩返しなんて必要ないんでどうかお引き取りくださいなぜ拒むだって元た例えば私が仕掛けた罠です 死傷だったとはいえ下手したら命に関わる怪我をそれはお前が生きるためだろ人間になりたてなのにすごい理解があるとにかく仕返しがしたいんで恩返しですよねああ恩返しをさせてくださいわかりましたそれで一体何をしてくれるんですか自らの羽を使い美しい建物を織り上げます町へ持っていけば高く売れることでしょうでもそんなことしたらあんたの大事な羽が大丈夫です羽はいずれまた生えてきますからただし作業中は決して覗かないでくださいもう正体はバレているのに一体なぜいやおばあさん鳥る嫌いなんでしょ本当に理解がある

嘘をつきます二人からもらった靴がすごい走りやすかったみたいでラスト 200m で脱げたけどね他の子たちへのハンデだそうですちなみにもう履いてないよ次履くときまで大事にしまってます庭の物置に広めの下駄箱なんです物置はいらないものをしまっておく場所だってお母さんが言ってました言ってません物置っていうのは蔵みたいなものなのよおじいちゃんとおばあちゃんの家にも立派な蔵があって大切なものがたくさん入ってたでしょ大切だからこそ物置にしまってますまた新しい靴買ってね今度は僕が選ぶからできれば現金でこのビデオレターもお蔵入り決定。 頑張れさんこの辺はすすどうでかか痛みまはい少しやっぱり座りっぱなしのお仕事ですと腰への負担が大きいのでたまに立ち上がってストレッチでもしてみてください立ち仕事ですアパレル関係は大変だ飲食です僕もラーメン好きなんですよカフェですスタバよく行きますよドトールです僕最近趣味ができて致命的に会話下手だな何だと思いますかえだから僕の趣味えっとブー時間切れ正解はマジックですへえでも僕不器用なんですよじゃあやめればいいんじゃないですかんかこの場でできる簡単なマジックはやらなくて大丈夫ですあなたの選んだカードはスペードの14選んでませんしそんなカードありませんあそうだ聞けよ 人体切断マジックなんてどうでしょうか絶対に嫌でちょうどこのタオルがかけてある部分から体が真っ二つに分かれます最近始めてしかも不器用なやつがやるマジックじゃないと思います力抜いてください抜いてたまるかふんはい終わりました私今体真っ二つですかいやマッサージが終わりました始まったばっかだろここで一つ先ほどした会話を思い出していただきたい何一つ覚えてませんスペードの1 4ああかろうじてスペード1 4スペード重視スピード重視そう私はこのマッサージが早めに終わることを予知していたんですいいから手動かせ店長呼ぶぞそれでは腰の痛みを消すマジックやっていきますチ ポチッとポチッと登録ポチッとポチッとポチッと登録タコスコマタスコクマいいえタスクコマ